紹介したいと思います。パキュームチューブドライブ UTV こちらになりますが、こちらのペダルは少し大きめなんですが、中に真空管が2本搭載されてまして ECC83 2本、そして電源トランス中に搭載されています。なので構造としては真空管アンプと同じ構造ですね。パワーアンプがついていない、フリーアンプだけ、こちらに抜き出してオーバードライブさせたという、そういうペダルになります。で、ボリューム、ボトム、ベースですね、エッジ、すごい上のハイの高い部分、そしてゲイン、ちょっと音出してみます。これクリーントーン、クリアのトーン、はい、いきます。はい、もうちょっと歪ませてみましょうか。サスティンで聞いた音、ナチュラルな真空管のオーバードライブというのはこういう音ではないかと私的には思います。なのでアンプライクな、チューブアンプライクなサウンドというのはこういう歪みじゃないでしょうかと私は思ってます。なんか本当アンプの歪みを得てるような、そんな音に私は思ってます。ぜひこちらの VTR をチェックしてみてください。よろしくお願いします。